土屋彦六から1930年4月16日は日本メソジスト教会の牧師である。杉山孫六の実定。沼津、下屋、築地、牛米、甲府、浜松、中園、吉原、玉畑、谷村、相良、三つ家の教会を巻きし、46年間の電動車生活を送った。静岡教会街道建築に非常な尽力をした。 静岡バンドの一員。1856年5月25日に爆心にして、静岡学問所教官の杉山38安親の子として生まれ、静記社の英学生として学ぶ。1874年9月27日、デイビッドソン・マクドナルドより静記社の山中エミラ10名と共に洗礼を受ける。1877年1月15日、 g m ミーチャ h e 無線教師が修正者の校長の江原祖く、教官の末吉役郎と中川基長及び生徒3名に洗礼を授け、彼らが沼津教会を形成する。1878年1879年12月21日、g m ミーチャ h e 無線教師が下屋教会を創設。土屋彦六が転任し、初代牧師となる。 1880年7月甲府協会に転任し、第2代牧師となる。1881年1882年1月、牛込協会から沼津協会に再赴任し、第3代牧師となる。1884年1885年1887年9月、甲府協会牧師を辞める。1888年4月牛込協会に、 天人死9代目牧師となる。1891年7月牛込教会から浜松教会に天任し、第5代牧師となる。1896年6月22日、浜松教会から三つ家教会に天任する。1900年沼津教会に再赴任し、第11代牧師となる。1905年吉原教会に天任 1906年吉原教会牧師を辞める。1907年4月甲府教会に転任し、第11代目牧師となる。1909年3月玉畑抗議所を呼び、竜王抗議所の担当として転任。1922年三つ教会を最後に牧師を引退。1930年4月16日エ民。74歳。ありがとうございます。